エルアティジョ市、エルアティジョは、ベネズエラのミランダ州にある自治体でカラカスの南東部に位置する。カラカスの郊外住宅地だが、中心部には植民地時代の小さな町だった頃の様子が残っている。面積114平方キロメートル、2001年、統計の人口は54,225人だが、市の公式サイトでは約9万としている。 ミランダ州におけるバルータの位置ミランダ州の北寄りに、ある産地、丘陵地の中にある。山は、険しくないが起伏が多く、小さな川の谷沿いに平地が所々ある。西には、バルータと北東で具合イレ川を隔てて、スクレの、各自治体に接する。南西では両線を境に、バルータと接し、南東にはパスカスティージョに接する。 カラカス大都市地区を構成する5つの市の中で最も外れにある。カラカスの中心とは、丘陵地を縫って走る道路で連絡し、その方向に近い北西部に人口が偏る。バルータの郊外として次第に人口を増やし、1784年にバルータから分離した区となった。1895年11月に世界で2番目の水力発電所がこの小さな町に、 作られた。1936年の人口は4976人。1961年の人口は5584人であった。2006年現在の市長はアルフレード・カタランである。ありがとうございます。